はい、どうも、料理研究家、リュウジです。料理のお兄さんでした。ということでですね、今回はおつまみですね、作っていきたいと思います。そのおつまみっていうのもですね、まあ、超簡単に、レンジだけで、なんとですね、2素材でできるっていうですね、この3秒揃った、とっても簡単で、とっても美味しいですね、柿の種チーズせんべいっていうのをですね、やりたいと思いますんで、ちょっとね、これはね、誰でもできますんでね、ぜひやっていただきたいと思います。これちょっと作っていきます。はい、まずですね、お皿に、クッキングペーパーいきます。まあ、これね、クッキングペーパー、まあ、僕家にあるんでやってるんですが、ない場合はですね、お皿にそのまま直接でも構いません。はい、ただ洗っていただくことになります。そこだけご了承ください。でですね、ピザ用チーズですね、 40g ですね。ここに、まあ、ちょい広げ目で置きます。こんな感じでしょうか。でここにですね、柿ピー、これ大体多分ね、柿派とピー派がいると思うんですけど、僕はピー派です。だからピーを多めにやります。こんな感じですね。まあ、大体グラムにするとね、20グラムぐらいですかね。チーズ半量ぐらいでいいかなっていうふうに思います。はい、でこれをなんと電子レンジ1分30秒加熱します。はい、これ1分50秒結局かけました。はい、このままですね、置いといてください。こっちの方がなんかうまそう。大体グル的に 20g か、まあこっちは 15g ぐらいでいいか、 10g ぐらいね。はい、これもね、これもかけていきます。これも今回ね、2種パートあります。でもいい感じにできました。これもこのまま冷やして、まあ常温にさらしておいて、まあ急いでる方は冷蔵庫に入れていただいてもいいですね。はい、じゃあ盛り付けちゃいました。こちら完成です。イエイ。アーモンドフィッシュでもやりました。かなりアーモンドフィッシュの方が美味しそうな気もする。はい、ということでですね、できましたので早速食べていきたいと思います。見た通りこれね、完全におつまみなので、いつものハイボールと一緒に食べていきたいと思います。いただきます。おっ、やばっ、これね、めっちゃうまいんだけど、すみません、これ僕ね、こっちね初めて作ったんですよ。前まで作ってたのこっちの柿の種の方、こっちの方がうまいわ。めっちゃうまい。この煮干しのね、うまみがね、チーズと合わさってものすごいね、うまみを醸し出してる、なんかチータラのような感じの、すごい。こっちのレシピ本に載せたかったな。うまい、これなんかちょっとね、チーズと合わせることによってアンチョビみたいな香りがするんですよね。これは発見だわ。めっちゃうまい。ピザ用チーズはね、電子レンジでこうグツグツやることに、かけることによってこういう感じでせんべい型に固まるんですね。これを利用するといろんなものがチーズせんべいにできちゃうんですけども、まあ、今回ね、柿の種もやってるので柿の種もいただいてみると、あ、でも柿の種は柿の種でめっちゃうまい。あ、うまいわ。チーズって何でもうまいんでしょうね。もうなんかチーズさえ使っとけば大体 OK みたいなとこあるじゃないですか。しょうがない、こんなにうまいんだもん。これはね、酒進みますよ。特に僕はこっちが好きですね。アーモンドとチーズの相性も最高だし、いや、これほんとうまい。こっちのちょっとフィッシュアーモンドで作る方が結構おすすめです。いや、柿の種もものすごい美味しいんですよ。美味しいんですけど、なんかその食材のマリアージュがあるのはこっちの方も全然、ちょっとこれ食べてみるとすぐびっくりすると思います。すごく相乗効果もたらしてます。これ多分ね、この一皿で3、4杯いけますね。それぐらい美味しい。でこれはね、
皆さん簡単なのでもうぜひ作ってみてください。超おすすめです。ということで皆さん、この柿の種チーズせんべい with フューチャリングアーモンドフィッシュチーズせんべい、これね、美味しいと思って、美味しいかどうかわかんないか、美味しいそうだなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録していただきたい。